ラブレンチー・ヨシホビチ・カルトベリシュビリは、グルジア人のボリシェビキ、ラブレンチー・フの透明を持つ。1890年4月28日、ロシア帝国クタイス県ヤネチの農家に生まれ、1905年から革命運動に関わり始め、1910年にボリシェビキに入党した。翌九百十一年から九百十四年まで、キエフ小科学院に学ぶも中退し、 1915年から翌1916年までは、サラトフでトームについていた。同年に逮捕され有罪判決を受けたが、1917年3月19日に、恩赦された。同年から翌1918年まで、ボリシェビキキエフ委員会、1918年5月から、労働者共産党臨時ゼムウクライナイ、11月から翌1919 19年4月までは、 ロシア共産党オデッサ地下周囲の各メンバーを務め、同月から8月までは、ウクライナ共産党オデッサ周囲責任初期を務めた。また、オデッサ市、オデッサ革命委メンバーとして、党の地下出版所を指導した。同年には、赤軍第12軍南部軍、集団革命軍事会議のメンバーでもあった。翌1920年には、コミュニストが身を編集し、後には、 胸飛び氏の初代編集者となっている。1920年2月から翌1921年までは、ウクライナ共産党をデッサ県委組織部部長、1921年から1923年までは、キエフ県委責任初期、1923年3月20日から、グルジア共産党中央委組織、指導部部長、同日から翌1924年まで同意初期及び、 局員、九百二十三年十二月二十三日から九百二十四年までは、ロシア共産党ザカフカース地方位、第二初期、同年二月から十一月まで再度、ウクライナ共産党キエフ県議責任初期を務めている。同年十二月十一日から九百二十七年六月七日、までは、ロシア共産党ザカフカース地方位、 第3初期、1925年から1927年6月13日までは、サイドグルジア共産党中央委初期、同月から1929年までは、グルジア社会主義ソビエト共和国人民委員、会議議長、1929年11月までは、ウクライナ軍管区政治部部長、同月21日から翌1930年6月5日までは、 ウクライナ共産党中央委員書記、12月13日までは、同意政治局員及び、組織局員につき、また6月15日から12月13日までは、第2書記、7月13日から1934年1月26日までは、全連邦共産党中央委員候補でもあった。九百三十年十一月十九日から翌百三十一年十一月九日、 まではザカフカース地方位第一初期同年9月12日から11月14日まではグルジア共産党中央位第一初期を務めた。しかし同年にモスクワで開かれたザカフカース地方位幹部会議において地方位の時期第一初期にラブレンチーベリアを据えることを提案したヨシフスターリンに対しカルトベリシュビリは私は あの詐欺師と一緒に働くつもりはないと言い放った。この発言が本で、カルトベリシュビリは左遷され、同年12月から1933年3月までは、連邦共産党西シベリア地方位、第2初期、同月から1937年1月まで、独立赤旗極東軍軍事ソビエトメンバー、同月15日まで東極東地方位、第1初期についた。 1934年2月10日から1937年6月25日までは、全連邦共産党中央委員につき、1936年12月28日から1937年7月14日までは、クリミア周囲第1初期を務めた。ウクライナ共産党中央委員は1918年7月12日から9月9日まで、 1924年5月16日から1925年1月13日まで、1929年11月21日から1934年1月18日までの3度、続し、ソビエト連邦中央執行委員部会メンバーも務め、連邦党大会には第10回から第17回まで出席した。しかし、カルトベリシュビリは、クリミア周囲、 第一初期を務めていた1937年6月29日に逮捕され、党からも除名された。逮捕後にはベリアがスターリンに対し、カルトベリシュビリのグルジアでの右翼活動についてのメモを送り、また、同時期に取り調べを受けていたパーベルポス・トイシェフも、共謀者としてカルトベリシュビリの名を挙げた。カルトベリシュビリは、翌1938年8月22日に、 連邦最高裁軍事参議会によって、スパイ罪で有罪判決を下され、同日コムナルカ射撃場で処刑された。極東地方地域共同農場部輸送局局長を務めていた弟のバルラムも処刑され、妻も弾圧された。その後、カルトベリシュビリは1956年に名誉回復と投石回復がなされた。キエフの通りには、 カルトベリシュビリの名が付けられていたが、2015年に、ボロディームイルポコトゥイロドーリへと解消された。ありがとうございます。